10世紀初頭における、コノルド語及び禁煙の言語が話されていた地域の概略図。コニシノルド語、フルヒガシノルド語、コゴットランド語、クリミア語と語、コ英語その他のゲルマン諸語のうち、コノルド語との相互理解可能性を保っているもの、コノルド語とは、インドヨーロッパ語族ゲルマン語ハキタゲルマン語群に属する言語である。古北王語とも、一般には8世紀から14世紀にかけて、 スカンディナビア人やスカンディナビア出身の入植者たちによって用いられていたであろう。言語を指す。時代区分を2世紀から8世紀とする文献もある。アイスランド語の書物、フラーガースは、スウェーデン人、ノルウェー人、アイスランド人、デンマーク人が DNSK ツンガと呼ばれる、同一の言語を話していた、と記している。スウェーデンやデンマークといった、 東部の方言を話していた人々は、自身の言葉をダンスクツーンがあるいはノルントエムエルと呼んでいた。コノルド語は、8世紀にノルド祖語から発展して生まれた言語である。時系列上、祖語の時代と、さらに文化の進んだ後代とに対別できる。バイキング時代以後は、徐々に現在の北ゲルマン語群へと分かれていった。表記は、古くはルーン文字が用いられていた。 二世紀から十一世紀にかけて多くのルーン文字碑文が残されている。しかし、北欧のキリスト教家に伴い、次第にラテン文字が用いられるようになる。アイスランドやノルウェーでは多くの佐賀や詩がラテン文字で書かれた。コノルド語の方言のうち、最も話者が多かったのは、古東ノルド語であり、現代のデンマークからスウェーデンにあたる地域で話されていた。それに対し、 中世アイスランド期に書かれた文書の中では、コアイスランド語とコノルウェー語が用いられた。これらは、コニシノルド語から派生した方言である。この二つの方言の間に、明確な地理的境界線はなかった。古東ノルド語の特徴が、ノルウェー西部で見出されたことも、反対にコニシノルド語の特徴が、スウェーデン東部で見出されたこともあった。コゴットランド語を三番目の方言として挙げる者も,もいる。 この方言はほとんど知られていないため、時に古東のルド語に含めて語られるが、彼らはこの方言が古西のルド語と古東のルド語の両方の特徴を合わせ持ち、またこの方言はそれ自体で発展してきたという理由で、もう一つの方言であるとみなしている。このルド語の話者は、古英語や古帝ドイツ語、古帝フランコニア語の話者と互いに一疎通ができたと主張する者も,もいる。 しかし、この主張はやや誇張されているかもしれない。現代のアイスランド語話者は、コノルド語で書かれた文章を理解することができるとよく言われる。なぜならば、アイスランド語は、最もフルノルド語に近いとされ、現代アイスランド語の書き文字は、コノルド語と現代アイスランド語の音素体系に、基づいており、文法や語順、綴りにおいて、コノルド語と現代アイスランド語との間にほとんど、 違いがないからだという。しかしながら、発音、特に母音の音素については、少なくとも、他の北ゲルマン語群と同じくらい、変わってしまっている。フェロー語は、コノルド語とノルイ時点を多く残しているが、それでもデンマーク語やノルウェー語、ゲール語の影響を受けている。スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語は最もかけ離れてしまっているが、それでも未だに、相互理解性を保持しているという。 なぜそれが可能かというと、これらの言語は互いに影響を及ぼし合っており、またいずれも中引くドイツ語の影響下で似たような発展を遂げてきたからだという。8世紀から10世紀にかけて、バイキングがブリテン島を侵略したことによって、古英語機の英語に影響を与えている。例えば、後塔に SK を持つ単語や、後塔に、ぎ、げ、と発音するぎ、げを持つ単語は、 ほとんどが、このルド語に由来する語である。また、三人称複数代名詞税も、このルド語由来の語である。同じく東欧に進出したバイキングも、人名などで、東スラブ語に影響を残している。ヘルギからオレグ、イングバルからイーゴリ、バルデマールから、ウラジーミル等である。また、ルーシもノルマン人の部族ルス族から取られたとも、言われている。母音の音祖は、 その多くが長母音と短母音の組となっている。y, y, o, o, e の一部と a のほとんどは、それぞれ u, u, o, o, a, a からの i, ウムラウトによって生まれたものである。y, y, o, o の一部とのほとんどは、それぞれ i, i, e, e, a, a からの u, ウムラウトによって生まれたものである。 原神語絶公母音の超音は、古典記のコノルド語の文章には登場しない。この音は、おそらく古ルノルド語が生まれた初期の段階にのみ存在し、古典記に至る前に A に統合されたのだろう。コノルド語には6つの破裂音がある。P が後頭に来ることは、ほとんどなく、D と B は2つの母音の間には現れない。なぜならばこれらは、ゲルマン祖語における、 摩擦音のンだからである。G は語中または語末において、それが調子音である場合を除き、として発音された。また、X は K および G が S または T の直前にある時に取る異音である。ノルドソン語が古北王型ルーン文字を用いて表されていたのに対し、このルド語はビーキング時代型ルーン文字を用いて記述された。 新しいフさルクには16の字母しかなく、そのため一種の文字が複数の音素を表すのに強用された。例えば母音 U を表すルーン文字は他の母音 O、Y にも用いられた。同様に I を表すルーン文字は E にも用いられた。12世紀頃からは27の字母からなる中性型ルーン文字が用いられるようになった。ラテン文字を用いた記述法については、 中世紀には標準化された、聖書法といったものは存在していなかった。例えば長母音を表すのに、母音の上にアキュートアクセントを用いて示されることも、あれば母音を二つ重ねて表記することや、何も印が付けられないこともあった。19世紀になって、このルド語の標準哲字法が作られた。その大部分は音素に従ったものである。最も大きな変更点は、一音であり、 音素論的には区別のなかった無聖場摩擦音、シータという聖場摩擦音をそれぞれと書き分けるようになったことである。ルーンヒブンのような最古のテキストではもっぱらのみが用いられていた。長母音の表し方にはアキュートアクセントを採用した。これら以外の字母には各音素に対応する国際音声記号と同様の文字を多く採用した。留意すべきことは実際に このルド語が使われていた時代に聖書法といったものはまだ確立していなかったということである。また写本特有の略字や遺体字も頻繁に使われていた。現在私たちが目にするこのルド語のテキストは多くの場合実際のテキストの本国、肯定時に現代の聖書法に直されたものである。またその聖書法自体も肯定者出版年によって ばらつきがある。いかに8世紀から14世紀の当時に各音素を表すのに用いられていた文字を挙げる。また、現代の標準世規格鉄時法において各音素をどの文字で表すかも併記した。アルファベット現在一般的に流通しているテキストにおいて用いられているアルファベットについて解説する。ただし、文献、テキストによって 別のアルファベットを採用している場合も多いため、その文献、テキストにおける規則を確認すること。一般に、このルドコのラテン文字アルファベットは以下の29文字である。さらにこれらに、アキュートアクセント付きの母音字が6種加えられる。の代わりに、の代わりに、が用いられていることもある。また古い発音を表すのに、が用いられることもある。や、 といった字母を採用している書籍もある。資料によっては C、C、Q、Q、W、W が用いられていることもある。一時期 U、V、W の音を表すのに、ルーン文字のから作られた文字、ベンドが用いられた。TS や S の簡略表記として Z が、KS の簡略表記として X が用いられることがある。ルーン文字をラテン文字に転写する際、 という文字を使うことがある。綴りごとの発音以下に、現在一般的に流通しているテキストにおいて、各字母がどの音素に対応しているかを解説する。ただし、文献、テキストによって正規化の流儀が異なっている場合も多いため、その文献、テキストにおける規則を確認すること。しかし現代のアイスランド語話者は一般に、このレド語、 コアイスランド語の文章でも現代アイスランド語の発音に従って読んでいる。このルド語と現代アイスランド語で単語の綴りはほとんど変化がないのに対し、発音は大きく変化している。母音字は以下のような長母音、短母音の対応関係がある。このルド語では、長母音は単に短母音の2倍の長さで発音すればよい。 表にもあるように、に対応する長母音とに対応する短母音は存在しない。i と y は、現代アイスランド語では同一の音に修練しているが、このルド語きでは別の音を表していた。母音の前に、i、u が来た場合、一般に半母音、j、w の音化を持ち、j、v と書かれることも多い。またこれらに加えて、二重母音が三つある。真字は、 基本的にローマ字読みをすればよい。同じ真字が2つ続くと調シーンになる。コノルド語気の発音では単に2倍の長さで発音すればよい。LL は TL と発音される。綴りの変化コノルド語の文章がラテン文字を用いて表されるようになったのは12世紀以降であり、この時期のことをクラシカル・ピリオドと呼ぶ。C9 W は一部地域を除いて古天気の文章では、ほとんど現れなかった。Q は古天気の文章では常に中の形で現れ、しばしばケッヘルと書かれることもあった。古天気以後母音相流が起こり、R 以外の死因と R が連続している時に、その間に U が入るようになった。約1250年頃から有声、優勢のをと表記するようになった。固有名詞などで、 このルド語のは現代アイスランド語では一般にを用いて表される。このルド語は強い屈折語である。この文法的な複雑さの大部分は現代アイスランド語にも受け継がれている。それに対し、現代ノルウェー語では文法体系はかなり簡略化されたものとなっている。このルド語の名詞は男性、女性、中性の三つの性を持っていた。また名詞、形容詞、 代名詞は主格、俗格、予格、対格の4つの格に極用された。さらにそれぞれに単数、複数の違いがあった。一部の代名詞には単数と複数に加えて総数があったという。それぞれの性において曲用の仕方によって名詞をいくつかに分類することができる。例えば名詞は五感によって5つに分けられ、また形容詞は強変化と 弱変化に分けられる。下の固形変化表はそのうちの代表的な一例である。定冠詞は設備時を用いて表された。ありがとうございます。